水槽を立ち上げて次の晩ですね、エビちゃんたちは誰一人欠けることなく大丈夫そうです。みんな結構ねスポンジフィルターの下ら辺が好きみたいですね。はい、そしたら今日もですねこちらのバクターワンを入れていきます。しばらくはですね立ち上げ1週間ぐらいかな、立ち上げ1週間ぐらいはこちらのバクテリアを毎日投入いたします。まあ、硝酸塩もこのバクテリアで塗り切れるみたいですね。結構ね最近の新しいレッドビーシュリンプの立ち上げ方みたいですね。はい、ですねなんかよくよくねお話を聞いてみたところ、最初はこちらのねバクテリアの力で亜硝酸をなくしていくみたいなんで、かなりねたっぷり入れた方がいいということで追いバクテリアします。なんとねキャップに 4,5 杯入れていいということで入れていきます。じゃあこれ2杯目ですね。2杯目、3杯目。こんな使ってたらすぐなくなっちゃいますね。4杯目、はい、5杯目。まあ、こんな感じですね。まあ、水替えもね3分の1ぐらいした方がいいらしいですね。で結構この即日投入水槽なんですけどね、かなりね否定的なコメントが大変多かったです。でも実際はエビちゃんたち元気につまつま歩き回ってます。この感じはねとっても元気な B ちゃんかなって思いますね。この B ちゃんに至ってはうんちをつけながら歩いてますからね。ほら餌あげてないのにうんちが、ロングロングうんちがついてますね。ではまた明日。はい、エビちゃんを即日立ち上げ水槽に入れて2日目になりました。どうですか、1匹も落ちてないですよ。で今日はなんですが水替えをね少ししたいと思います。まあ、水替えって言っても3分の1程度ですね。低床を掃除するようにお掃除します。水替えします。結構ねコメントを見てみるとやはり2日目も否定的なコメントが多いですね。まあ、確かにねその水が出来上がってないところに B 入れたら即死じゃんっていうのは本当によくわかります。でもですねいや違うんですよ皆さん。まず弱酸性な場合だとアンモニアはアンモニウムになります。ただですね pH が高いとアンモニアがなくならないんですよ。でこのやり方としては皆さん仮にアマゾニアソイルはアンモニアが出たとします。なので薄敷きにしております。まず第一にでアンモニアが出たらだいたい立ち上がった水槽立ち上がってるってことは、微生物がバクテリアがねちゃんといる水槽になるじゃないですか。そのバクテリアいないじゃないですか、もう立ち上げたばっかで。私が入れてるのは何ですか、これはバクテリアです。なのでバクテリアをこちらのバクテリアを入れてろ過サイクルを作ってるって感じになりますね。で一応まあ大体ね B ちゃんちって立ち上がるまでまあほんと落ち着くまでは2ヶ月ぐらい必要ですね。なのでしばらくそれまではバクテリアを入れていくことになります。じゃあ水替えちょっとしたんでもうほんとちょこっと3分の1ぐらい、まあ、3分の1もやってないなこれは、そのぐらいの水替えをしていきます。よいしょ。
はい、そしたらこの足し水バケツで足し水していきます。そしたら水替えをしましたので、今日もバッチリこちらのバクタワンを入れていきます。1、2、もうたくさん入れた方がいいと言われてるので3杯ぐらい入れていきます。で、こちらのバクテリアでろ過サイクルを無理やりやるということですね。で、明日にですね、またね、新しいものが届きますので、そちらをね、使っていく動画も撮りたいと思います。で、あとコメントでですね、その即日立ち上げ水槽どこ情報ですかってコメントが あったんですけど、こちらの情報はですね、月刊アクアライフ何月号か忘れたのでテロップで入れておきます。そちらで紹介されている水槽立ち上げ方法ですね、超有名ブリーダーさんが使っている方法でもありますね。こちらのね、即日立ち上げ水槽ができればね、簡単ですよね。本当バクテリアをパッパパッパ入れてちょっと水替えしてって感じですからね。エビちゃんたちも元気につま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 しております。とどまったりすることはないですね。やっぱりエビちゃんはですね、じーっとして動かないのは問題ですね。少なからずともダメージを受けてると思います。だいぶね、アクティブなエビちゃんになってますね。こっちのエビちゃんたちもね、もう頑張ってつま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 しております。餌はね、立ち上がるのを安定するまで2ヶ月ぐらいですね、あげません。それではまた明日。どうも、紅茶ガーデンです。さあ、Bちゃんを入れて3日目かな、翌日なんですが、今日はね、新しい裏技商品が届きました。じゃかじゃん、アルティメットバクターを購入しました。こちらのアルティメットバクターなんですけど、もうこれがね、エビの餌とバクテリアの餌になります。これをね、今日から毎日付属していたスプーンすり切り1杯与えていきます。では入れていきます。と、で、これを毎日投入することによって、まず白カビを発生させた方がいいらしいです。で、白カビがバクテリアの餌になります。バクテリアの餌になれば水槽の立ち上がりも早くなります。で、今水槽は全く立ち上がっていない状態なんですが、バクテリアを入れて水質浄化をしております。ということで、今日もですね、じゃかじゃん、バクテリアをジャブジャブ入れていきます。はい、OK です。今日のお世話もこれで終わりですね。毎日バクテリアを入れて、アルティメットバクターを入れて、これだけで大丈夫だそうです。アルティメットバクターね、結構初期の頃から入れてたんですけど、あれは正解だったんですね。アルティメットバクターってすごいな。まあ、アルティメットバクターの効果にも、植物性バクテリアによるチエビの生存率上昇、微粒子により水槽を隅々まで入り込み、バクテリア着床率アップ、アンモニア硝酸を素早く分解し、水槽の立ち上げスピードを格段にアップ、水質浄化作用ありって書いてありますね。まあ、水質バクテリアの餌にして、バクテリア増やして、で、こういったね、いいバクテリアは酸素が必要なので、ちゃんとブクブクしましょうって感じですね。そういえば、また水槽にですね、生存者がいたので、また水合わせしようかなと思ってます。今日は水替えはしません。ではまた明日。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。